先制点を決めたところを振り返っていただきたいと思うんですけど、岩瀬さんがこういいボールが来た時点でこうトラップはこうしようっていうのを決めてたんですけど、ちょっとあんなにうまくいくと思ってなくて、でこうトラップがうまくいったんで、ちょっとカイフリさんがニアに寄ってて、でも打ったら入ったって感じで、神が舞い降りてきた感じでした。あの2点目のゴールもあのその前にあのゴール前でうまくキープしてあのアシストっていう部分あったと思うんですけど、テラさんからもこう前に仕掛けろって言われていたということと、みぞさんからも試合中にこう縦に仕掛けていけみたいな感じで言われてたので、思った時にとりあえず前を向いてゴールに向かおうと思って、で自分がバランス崩した時にもみがいい動き足したので決めてくれると思って出しました。まあ、今日あのもう負けてしまうとこう優勝の可能性がなくなってしまうという、まあ、大事なあの一戦の中で、まあ、2得点に絡む活躍というのは自分の中では結構、まあ、チーム的にはそういう負けたらもっと優勝の可能性がないとか一戦一戦大事にっていうのあったんですけど、自分の中でそこまでその勝ったらどうとか負けたらどうっていうのはそんなに意識してなくて、もうとりあえずあの今まで出てなかったんで一戦一戦本当に自分の 100% 以上やらないとその出ることもできなくなるし、結果を出す続けないと自分のポジションもなくなるっていう気持ちでやってたので、そこは特に気にせずもう自分のプレーを最大限に出さないとなと思って取り組みました。もうリーグ戦残りあの2試合になってきましたけれども、まあ、次もあのホームゲーム最終戦で、ここたまりくんで、試合なんですけれども、まあ、その辺に向けての意気込みをお願いします。いやもうとにかく走って点を取れるように頑張りたいと思います。